ヌンダスクスは、絶滅した、主流類の属の一つでおそらくワニ類である。タンザニアの中期三畳期のマンダソウから知られている。ヌンダスクスは、初期の爬虫類や単有味類を襲って食べる、最上位の捕食者だった。瞬間的に素早く動くことが可能で、身を潜めて若い個体や弱った獲物が近くに来た時を、見計らって、奇襲を仕掛けたと言われている。 全長約3メートルと推定される。ステーキナイフのような歯を持ち、背中には個室の板がある。足は体の下からまっすぐ伸びる。このことは後の恐竜にも共通する。この事実はこの特性がヌンダスクスより後の三畳紀のワニ類とより進化した爬虫類である恐竜の類縁関係を示唆している。この構造は 両者の共通祖先の段階で獲得されたものかもしれない。ヌンダスクスはわずかにホロタイプ NMTRB48 という部分的に完全で部分的に間接した標本のみで知られる。それはタンザニアのダールエスサラームにあるタンザニア国立博物館に所蔵されている。ホロタイプは部分的な右の翼上骨、ほぼ完全な右の歯骨、根、右の板上骨、 右の上角上骨で構成される。それと単離した歯も含まれる。体骨格も知られている。部分的な関心。二つの関節した頸椎。二つの関節した胴椎最後部の胴椎肋骨のある潜椎。最前部の惜し、惜しのあばら骨。腹肋骨。関節下も、皮骨とそうでない皮骨。摩骨付きの部分的な肩甲骨。 完全な左右の上腕骨、右の関節球、左の大腿骨、両方の恥骨、両方の肥骨、左の頸骨、左の胸骨、左の小骨、左の四つの中根骨及び、中足骨、右の第三から第五の中足骨、その他数多くの断片的な骨が見つかっている。NMTRB48 はスターリング。 ネスビットによって2007年に発見された。Z41 というサイトのおよそ100平方メートル四方の範囲の路頭で他の主流類やリンコサウルス類と共に発掘された。Z42 という別のサイトでは4種のキノドン類や4種のディキノドン類、主流形類のステナウロリンクスとアシリサウルスが見つかっている。Z41 と Z42 は ヌダティラ川とジャリラ川の間に位置し、ルフフボンチのマンダ層のリフアブ層中部のデーガンと、サガンの地層で三条期中期アニシアンの年代である。ヌンダスクスは、ネスビットラによって2014年に記載された。模式種は、ナンドシカス・ソン・グンシス。俗名は、ツアヒリ語で、捕食者を意味するヌンダと古代ギリシャ語で、ワニを意味するスーコスの組み合わせである。種商名は、 タンザニアの主要都市、ソンゲアにちなむ、以下2014年のネズビットラによるクラドグラム、ありがとうございます。